あ、そっか、時間僕です。やっぱね、YouTube 面白いですね。テレビなんてもう見てらんないですよ。テレビ見てるのはもう時代遅れで時間の無駄ですよ。YouTube がね、どのぐらい面白いかっていうと、なんとね、NHK から国民を守る党の立花隆さんが「週刊文春」を訴えるわけなんですよ。その訴える時の弁護士さんに橋下徹さんを指名してるんですよ。これ見たいですよね。橋下さんが弁護士をやってるところむちゃくちゃ見たいし、橋下徹さんっていうのは立花隆さんと意見をね、一つにするところが結構多いわけなんですよ。で、「週刊文春」にね、橋下徹さんも結構いじめられたりとかね、してましたしね、 NHK にもひどい目にあったりしてたんで、まあ、共通の敵と言いますかね、やっぱりこう倒さなくちゃいけない既得権益だと思うんですよね。これ逆に橋下さんがこれで芋を引くようなことがあったら、橋下さんも権力の手下かみたいにね、思われてしまうところなんで、ここはね、この喧嘩勝ったと言ってほしいかなと思いますよね。なんとかかんとかの桜井会長とともね、やり合ったところがすごく面白かったしね。面白いだけじゃなくて、これは本当に我々の言論が実はね、封じられているのかとか、政治家や芸能人がいくつも記事によって潰されてきた。ペンは剣よりも強しって本当なんですよ。やっぱ物を書くとか表現することってむちゃくちゃ爆発力と殺傷能力があって、私もね、この YouTube を通じて放送してます。ものすごく影響力が小さいですけども、小さい影響力ながら影響力があるって恐ろしさを感じてるんですよ。ね、例えば私がこれ行きましょうって言ったら行く人が多いってことは、これ相当ね、気をつけないといけないと思ってるんですよ。そして全部の責任を取れるぐらいの気持ちで発信しないといけないなと思いますから、それを公共の電波でやることの恐ろしさとかね、公共の電波で何かを発すれば人を殺すこともできるし、戦争を起こすこともできるし、多くの人の、まあ、なんですかね、健康を壊すような食品を売ることもできるんですよね。皆さんもご存知ですよね。で、いわれもない人を冤罪にして殺すこともできちゃうんですよ。あ、音声ちっちゃいですか？すみません。この辺でどうですか？もう一回言いますけども、NHK から国民を守る党の立花隆さんが週刊文春を訴える時の弁護士さんに、橋下徹さんを指名してるんですよ。これがね、痛快だなと。もうテレビなんて見てらんないと。見たことないですけども 見たことないってことはないけど、見てないですけどね、全然。いや、でも YouTube 見てるとね、こういうニュースが、しかも個人が起こすところが痛快じゃないですか。台本もないし、脚本もないし、映像編集もないし、演出もないし、CM もない、スポンサーもないところで YouTube っていうのが、これほどですね、今 YouTube の急上昇ランキングのトップが立花隆さんですよ。ついにここまで来たんですよ。もうね、何もかも、このコンテンツってものが優劣をつけるとしたら、今立花隆しかないなと思いますね。一人で考えて、一人で計画して、一人で実行するものがこんなにね、世の中を引っ張っていくとはね。それはもちろんアンチもありですよ。大悟さんのこともそうだし、立花なんか気持ち悪いなって人も込みで世の中を引っ張ってるのが、このたった一人のね、立花隆という一人の人物なんではないかなと思います。我々はね、私はね、これ現代の侍というかね、特攻隊長といったら、まあ言葉っていうか、なんかいろいろあるんですけども、よくぞやってくれたっていう気持ちがしますよね。で、今回なんと橋下徹さんに着手金1000万、成功報酬は分取った金額の全額というね、こんなこと言える人もなかなかいないなと思いますよね。いや、最高だなと思います。本当にね、他のことが手につかなくなるぐらいすごく面白いですね。ぜひね、皆さんも注目して、橋下徹、頑張れ、受けろみたいなね、ムーブメントを起こしていただきたいかなと思います。これはね、橋下さんが弁護士をやるところ見たいなと思いますよね。こうなったらテレビも取り上げざるを得ないんじゃないかなと思うんですよ。テレビメディアってね、やっぱりね、臭いもんには蓋をして、自分たちの都合のあるものは当然ですけども、報道しないっていうね、報道選択の自由を遺憾なく発揮してるんですよ。これは面白いなと思いますね。私もね、立花隆さんの立場だったら橋下徹さんを指名しますし、堀江さんの番組に出ますね。で、YouTube をガンガン使ってる人のところにどんどん出ていって、で、もうね、なんと言いますかね、革命ですね。マリー・アントワネットをね、絞首刑にかけるようなもんですよ。もっと既得権益をね、なんですか、奴隷が王を打ち倒すみたいなね、そんなことができるのは、このインターネットの時代、まさに言論が通じてくる時代のことなんではないかなと思いますよね。スポンサーやタレントさんに忖度したようなね、台本のあるセリフはもうね、うんざりしてると思うんですよ、皆さんね。まあ、私はね、やっぱこう正直に生きていける世の中、そして正直に言うと、確かに人を傷つけることもあるかもしれないけども、人を傷つけながらやっぱ学んでいくっていうのかな。まあ、そんな世の中が本当に来てほしいなと、正直に語れる世の中とかね、反町隆史さんじゃないですけども、もう
言いたいことも言えない世の中じゃポイズンですよ皆さん、そう思いませんか。だいぶ今日は深夜までライブしてしまいましたね、ということでございました。じゃあ明日もよろしくお願いします。